てリエ君に告白するつもりなんだろう。もしかしてもう告白しちゃったとか。ごめんね、待ち伏せしちゃって。だいぶ待ったんじゃない？用事があるなら家に行っててくれればよかったのに。それじゃダメなの？入江君だけに聞いてほしいの。勝手なのは分かってる。入江君がこんな大変な時に。でも。何？私、入江君のことが好き。ほら、はっきり言ったわよ。だから、入江君の気持ちもはっきり聞かせてほしいの。私のこと、どう思ってる？悪い。俺、松本のことは友達以上に思えない。私、入江君のこと本当にこんな気持ち初めて。だから諦めるなんてできないわ。気が済んだ。悪いけど、お前とそういうことしたくないんだ。なんで私じゃダメなのよ。じゃあ